皆さんこんにちは、2センチです。変人さん続きから遊んでいきましょう。もうちょっとで終わりだね。あと3回分やったら終わりですね。まあでも結構ステージ数的にはあったんじゃないでしょうか。で前回はデスゲームマスターのヘタレゲームマスターと、あとなんだ、あと誰だっけ、ロボットね、アンドロイドだった人とか、あと潔癖症の人とかね、前なんかいろいろいたんですけど、今日から801号室ですね。なんかね、罠置いてあんだよ、罠、トラップ取る男。頭にさ矢刺さってない、この人大丈夫かな、そういう髪型落ち武者でさ頭に矢刺さってるとか。ほら、なんか待って、トラップの量すごい。お邪魔します、家賃回収に参りましたいや矢刺さってますよ。はい、カット。あ、そういうことね。うわー、てか上のこのシャツもすごいな、血しぶき。返り血、ガチなんじゃないの、ガチの血しぶきなんじゃないのこれ。映画の撮影ですか。はい、自分 B 級ホラー映画の監督やってます。あー、そうなんだ。後ろに毒蜘蛛じゃない、毒蛇とかもいるしね。パニック、アクション、スプラッタ、なんでもござれ。あー、そうなんだ。あ、でもそっち系なんだね。なるほど。部屋のリフォームは構わないんですけど、このさ上にねブラブラ下がってるこれめっちゃ怖くない？これガチもんこれ。それにしたって魔改造しすぎですよ。ね、なんかブクブクしてるよね、このマグマみたいなのうち木造なんですよ。いやー、すいません、スタジオ借りる予算もないんででもさ一部屋だけでさ完結できる映画って相当ね、どうなんだろう、それ人気出るかな。苦情が来ない範囲でお願いしますね。あー、そこ何、っていうかこの人しかいないの、役者は。そこ矢が飛んでくるからどれ、いや矢飛んできて、あー、これか、なんかマイクラにさこんなのあるんですよ名前なんだっけ、これじゃないの、何をしたらか。あー、なんだ、確かに何をしたら矢が飛んでくる。あ、このトラップを踏めばか。なるほどね。あー、そっかそっか。危なこれを踏んだら矢が飛んでくる仕組みらしい作り込まれてんね。てかガチモンの矢だから危ないのか。この人もう死んでるとかない？だって矢刺さってるから。これを踏んだら矢が飛んでくるんですか。飛んできますよ。えい、うわ危ない危ない危ない。あ、壊れてますね。使いすぎちゃったかな。なんだこいつ、壊れてなかった、当たってますよ。大丈夫ですよ、プラスチックですから。あ、そうなんだ。いや、それでも危なくない？そうなんですか。どれも精巧に作られてますね。素材にはこだわってます。ですがここにあるものは全部偽物なので。本当に？毒蛇は？毒蛇絶対本物でしょ。偽物に必要ないものがある。偽物に必要ないもの、この毒蛇かな、それともこのトラップかな。偽物に必要ないもの、どれだろう、この毒蛇で合ってる？違う？あ、違った。じゃあこのトラップかな。それとも上の、上のやつか、これか。ちょ、待って、これじゃないの、これは思いっきり本物じゃ、いけ、違った、待って、マグマだ。マグマだ。そこ危ないんで、そっちも、危ないんでもう帰ってください危ない部屋作んなよ。なんか楽しいさ映画作ってほしいよね。まあこういう系の趣味なんだろうな。分かった、マグマね、マグマ、分かった。いや、すいませんね、このマグマだよね、どう見ても。ごめん、分かってなかったわ。なんかブクブク、違うの、これかな、これ、この手足、また押せなくなってる、これ、違う、偽物に必要ないものがある。これ毒蛇でもないんですし、何、なんだろう、このさ上に ブラブラね揺れてるやつなのかなと思ったけど、押せないもんねこれ。偽物に必要ないもん、あ、なんか押せたわ。クーラーボックスの中に蛇用って書いてるな。じゃあ蛇は本物なんじゃんねえ、ヘビはガチモンじゃねえかよ偽物の動物に餌は必要ないはず。いや、だから本物ってことだよね多分
プラスチックに餌は必要ないですよね。ギグー。まさかそのヘビ。だって撮影にはリアリティが欠かせないでしょ。うちさ、その水生動物はなんかいいみたいな、お魚さんはねいいみたいなこと言ってたけど、多分ねヘビもダメなんじゃない。じゃあこれ本物じゃないですか。犬猫ダメだったらもうヘビもダメじゃない。毒ヘビっぽいしね。困りますよ。この前テレビでも問題になりましたよね。結構見るね。なんかすごい太いあのでっかいヘビがさ脱走したみたいなね。怖いわ本当に。アパートからでっかいヘビが脱走して、これリアルにあったやつじゃないの。だって動物や人は本物じゃないと迫力出ませんし、ヘビ以外は偽物ですから。その力強く言われてもヘビ以外に、あ、マグマじゃない、マグマじゃない。どこ、え、これ本物、あ、違った。え、ヘビ以外は偽物ですから。このさトラップは、え、ちょっと待って、本当に待って、なんかアップにできる、え、無理だよね。これ本物なことないよね。いや、これ本物だったらさすがに通報だもんね。これじゃないと思う。え、このマグマじゃないの。で、どう見てもブクブクしてるもん。え、やっぱこの上のやつ本物なんじゃないこれ。でもどうやって刺すんだこれ。ね、どうやって刺すのこれ。これじゃないのかな。え、この足刺してみる。え、これ本、え、これ偽物だろ。え、でも刺してみる。いや、でも、え、刺してみよう。違うよね。え、嘘。あ、そっか。動物や人は本物じゃないと迫力が出ないらしい。つまりこれも、あ、110番お願いします。110番お願いします。先ほど言いましたよね。動物や人は本物じゃないと迫力出ないって。まさか、そこに転がってる手足は、これ消されるよ、カニに。言ったでしょ？素材には、こだわってるって。はい、警察です。今すぐ警察に行かせないと。ちょっと忘れ物ですよ、管理人さん。え、何？あ、家賃？忘れてた、家賃のこと。おお、お邪魔しました。え、ガチなの？え、これガチじゃん。もうこの感じガチじゃん。はい、私さ、今コマーシャル見てる間に気づいちゃいました。あの、この手首は、やっぱ偽物で、管理人のさ、あの、ヒー、ってびっくりした様子を撮影して、映画を作ってるんじゃないの？この訪問してきた人の驚いた顔を見て、それを映像化して、映画化して、なんかどっかアップロードしてるんじゃない？いや、そうだと思う。なんかドッキリ番組みたいだけどね、海外の悪質な、めっちゃ怖いやつね。それじゃないか。あー、面倒に巻き込まれる前に逃げないとな。やれやれ。いや、これ演技だと思うわ。表向き映画監督なんてやってきたけど、もう孤独に耐えられない。あれ違うの？あれ、私の予想違った？やで、脳天貫かれたし。これは、え、本当に貫かれてんのこれ。いや、死んでるよね。そしたら毒蛇も使ったし、切断してない場所まだあったかな。死に場所求めて早200年。こいつまさか、何やっても死にきれない。まあおかげで素材には困らないんだけど、あ、自分の手なのそれ。あ、ええ、いくらでも生えてくるしね。お前スンベレレレラ星人の友達か、まさか。え、何、なんか悪魔の実の能力者でしょ絶対。え、どういうこと。トロとか不老不死。不老不死の体を得て120年過ぎたあたりから知人に先立たれる孤独に苦しみ始めた。彼の願いは叶う日はやってくるのか。 あらゆる手段で死のうとしている男を絶対想像つかん。絶対想像つかんわ。部屋に転がる手足はその実験の産物。大抵の危険な行為には手を出したらしい。映画監督より医療に役立ててほしい再生能力だ。いやいや、怖すぎでしょ。なんか思ってたんと違ったわ。なんか死にたがりの男いるんですよ。うちのアパートに。まあ死にたがりって言っても死ぬ気がないんですけどね。そいつと一緒になんか今度スプラッタ映画みたいに撮ってみたらどうですか。
なんで不老不死とか想像できるわけないわ。あーそうなのね。でも警察は一回来るだろうな。管理人絶対呼んだよ。じゃあ802号室行くか。持たない男。なんだ持たないってなんだ。え持たないってまあいろいろあるよね。いろんな持たないがあるからね。なんか部屋なんか寂しいね部屋。だってあ物を持たないってことか。だってテーブルの代わりに段ボール。お邪魔します。家賃回収に参りました。どうぞどうぞ。何もない部屋だけど、なんか物欲とかないのかな。いやでも最低限テーブルぐらいはあってもいいんじゃないの。本当に何もない。刑務所かな。ね、すみませんけどカーテンぐらいつけませんか。外から丸見えだと苦情が来てましてね。あそうなの。お前の姿見たくないよみたいな。えな謎クレームだね。うんそれってさ死んじゃうの。えは、カーテンがない生活はいいよ。日光を自然と浴びるようになったし、窓は鏡代わりになるし。まあでもスマホでもね。あスマホも持ってないのか。パソコンあればいいみたいな。充実しているみたいですが下手すれば露出狂ですよ。確かに。そうかシャワーから上がった後ここでなんかね着替えとかしてたら見えちゃうもんね全て。失礼だな。服は着てるんで人に見られても意識も高まってさ、一点一点物にこだわりを持つようになったよね。ああそうなんですね。これが丁寧な暮らしってやつね。そうかな。なんかもうちょっとお金かけてもいいけど、一点こだわりがなさそうなものがある。なんか手紙みたいなのね。まあこれはまだか。まあテーブルの代わりに段ボールを使ってるところだよね。うんここぐらいちょっとこだわりあってもいいよね。なんならさあれだよ、100均でさ500円か1000円ぐらいで、もはや100均じゃないけどテーブル売ってるからもうそれでいいじゃん。あでも貧乏症とかではないのか。段ボールのテーブルこだわってるという割にこれは質素だね。その割には机が段ボールなんですね。あー気づいちゃった。それはさそのまま収納になるじゃん。人に見られる意識とやらはいいんですか。機能的に無駄を省くのもミニマリストの極意。この人に秘密とかあんのかな。必要最低限、持たない生活を始めてから煩悩がすっかりなくなったよね。そっか、まあいいことなのかな。どうなんだろう。でもカーテンはあってもいいと思うけどね。煩悩がすっかりなくなったよね。なになに。あこれああれこあ違うかな。あのなんだっけ、体にサナダムシ飼ってる子じゃない、この子。元アイドルの YouTuber。 まだまだ煩悩は捨てきれないようだ。この子好きなの。この写真の女性確か人気 YouTuber の。何見てんだ。怒んな怒んな。同じ暮らしてるよ、同じアパートで。知らないのかな。いいじゃないですか、煩悩があっても。俺のじゃないんで、俺のじゃないんで。なんか秘密抱えてんな。なんだ捨て捨て。いやいいですよ、嘘つかなくて。嘘なんで。うわうわそこまでしなくても。なんでなんで。捨ててからわかるんです、いらないものだったんだなって。あーちょっとねこの思考はわからないでもない。私もね結構部屋ごちゃごちゃしてる。ごちゃごちゃっていうかゴミ屋敷ではないんだけど、いろいろさなんか趣味が多くて部屋結構物を置いてるんだよね。だけどいやこれ捨てるか迷うな、いやどうしよう、いやいっかって言って中古屋に売りに行った後に、あ売りに行くってことはやっぱいらなかったんだなって結構冷静になるタイプだから、これはねなんかわかるぞすごく。何を捨てたか案外思い出せないもんですよ。いやなんかわかるな気持ち。いやでもあなた泣いてません。泣かないで。なんで。あーじゃあこれもいらなくなったな。え何は、ついでにいらなくなったものとはどれだ。布団。え何何何何、パソコンか。あこれでヤーチューバーを見てたからパソコンいらなくなったってことやっぱり。ヤーチューバーを切り捨てた彼は彼女を見るためのパソコン必要。いやヤーチューバー見る他になんか用途たくさんあるでしょパソコン。他にもまだ使いどころあるから。あー嘘、ガッシャン、パソコン壊しちゃったよ。いや後悔しても知らんよ後から。あーいいね、物が減って空間が洗練されたよ。
いよいよ何もないですね。これなんか趣味なくなって辛くない？ちょっと趣味ないって。生きている限り物は増えるからさ。いやもうパソコンはあってもいいでしょ。これからも断捨離を続けていくよ僕は。何もなくなっちゃうんじゃない？もう布団もなくなっちゃうんじゃない？あ、床の上で全然寝れるみたいな。あ、小銭も減らしておこうかな。あ、家賃いいですか？あ、家賃ありがとう。せめて外から丸見えなのはどうにかしてくださいね。じゃあ寝るとき以外カーテンレールに布団かけておくか。もう見えなければ何でもいいです。それではお邪魔しました。変人だなこれは。あ、これは変人。うん、気になる。さあどういう変人なんでしょうか。もうすでに変人だけど。パソコン捨ててすっきりしたな。あれ、あ、よく考えたら服も一着でいいよな。さすがに不衛生か。まあなんか一日中ずっとシャワー浴びてるやつもいるからな。風呂に入らなければ洗面器もタオルもいらないし。やばいね、物どんどんなくしていってんじゃん。なんで僕には無駄が多い。いやそんなことないよ。ん、一番いらないのは僕じゃないか。ダメだよダメだよ。髪もいらない。爪が何の役に立つ。爪、確かに爪ってなんであるんだ。爪ってなんであるんだ、わからんな。髪もいらない。ん、指の数も多すぎる気がしてきた。いや指は5本でいいんじゃない。確かに小指は何に使うんだ。いや指は5本でいいと思うよ。そうだ、僕がもう少しコンパクトになれば。こいつやばいな、もっとスッキリするな。え、本当に、あ、死んだんじゃない。脳みそ以外必要ないなって言って首切断するんじゃない自分で。持たない男は自分を捨てた。ミニマリストの慣れの果て、こんなことになっちゃうの。物を最小限に減らして丁寧な暮らしを目的にするはずが、いつの間にか物を捨てること自体が目的になってしまい、最終的には自分自身が無駄だと気づいてしまった哀れな男。え、空室になりましたか ?802 号室もしかして。そんな、管理人がさ、この女性はもしかしてヤーチューバーのって言ったから、なんかそっからおかしくなっちゃったよね一気に。管理人悪いもしかして。そんな、じゃあ803号室行くか。髪を切る男。別に秘密はなさそうだけどね。自分の髪を全部今までの分取っといてから、すごい美容室じゃん。ガチの美容室じゃん。お邪魔します、家賃回収に参りました。ここすごいね。もうここで全部済むじゃん。ここで髪切ってもらえたらいいよね。よいちまる、オーライ、ウィーチョキチョキオーライ。私は苦手なタイプだ。チョキ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 。切れてるのかわからないほどのスピードでハサミを入れている。お客さん、今日はカットすか、カラーすか。あ、やってくれるんだ、やっぱり。いえ、家賃を回収しに来ました。あーね。俺っち、カットモデル探してたんすよ。あ、そうなの？カット代タダでいいんで、どうすか。もち、家賃も払うっすよ。散髪代も浮くと思えばお得かな。まあ、確かに。あ、じゃあ、ちょっと整える感じで。いいんですか？了解道中、膝くりげー。東海ね。東海道中、膝くりげーね。めっちゃ噛むわ。超ウケてる感じにやっちゃうんで。あ、 ありがとうね。ちょっとイグジットの兼近酸味を感じちゃった。イケてる感じとはどうなるのか。まさかこれですか。まさかこれ。イケてないんじゃないかな。ちょっと私には分かんない彼のセンス。彼の美的感覚が危うい。任せると外を歩けない髪型にされそう。でもさ、この人自体は普通にかっこいい髪型してるよね。まあかっこいいってか普通にいい感じだと思う。あの招きみたいな髪型にする気じゃないですよね。心配なんすよ。俺っちのスゴテクで、あれ以上に仕上げるんで大丈夫かな。あれ以上は困るんですけど。あれ以上は困ります。髪ほぼないじゃないですか。まあ、お兄さんモテたくないですか。めっちゃムカつくなこいつ。まあ、地球からのメタモルフォーゼっすよ。管理人そんな冴えない感じなの。すいません、何言ってるかちょっとわからないです。何ビビってんすか。ヘアスタイルなんて慣れっすよ。まあお兄さんは派手な感じより硬派な感じが好みつかね。そうだね、派手じゃないと思う管理人は。それだ、硬派な感じで頼みます。時間もないですし、ささっとオケリー。
じゃあちょっとハサミ入れやーす。大丈夫かな、不安になってきた。ちょっとハサミ入れやーす。あ、なんだ、いやバリカンだよ持ってんの。バリカンでさっぱりいこうとしてる。やめて、鏡越しにバリカンが見える。ちょっとどころか刈られてしまう。これ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 、その手に持ってるのバリカンですよね。ちょっと切るってレベルじゃないですよそれ。時短で効果っつったら坊主しかないっしょ。待って、お前は0か100かしかないのか。なんかもっとあるでしょ、不器用なんですか。とにかく坊主は嫌ですよ。なんかガチにギスってんで。先にシャンプーいっちゃっていいっすか。でシャンプーはいいからさ、じゃあもう家賃くれくれ、もういいよ。そうですね、シャンプーしてる間にどうしてもらうか考えます。えっ、シャンプーやります。やばい、この人のテンションについていけない。それシャンプーじゃないよね、どれだこれ。なんか美容医師に憧れてる、もう何もできない無能マンなんじゃない。シャンプーが終わる頃にはつるっぱげだ。脱毛、ちょっとこれ脱毛クリームですよ。あー、これヒゲよすわ、激ヤバタニエッショ。本当に気をつけてください、危うく坊主です。坊主にさせたがってんな、マジピエンガおことおすこいのすけ。ねえ、なにこれ、これ流行ってんのこれ、マジピエンガおかどすこいのすけ。今度使おうかな、友達に。あ、俺っちシェービングもやってるんですけど、いやもう結構です、家賃だけください。もう帰る、もう帰る。よし、俺っちこんなだから客足遠のくんすかね。いや絶対そうだね、もう少し練習を積んでください。もう坊主しか多分できないんじゃないのか。いい美容師さんになれると思いますから、いつかは優しい管理に。そうっすよね、アズマルスイさん、家賃を受け取った、お支払いありがとうございます。また来月来るっしょ、次はサイアンドコーンに決めるんで。次は散髪に行ってから伺います、お邪魔しました。絶対来ないってここに誰も。さあどういう秘密があるんでしょうか。まあでもまあ普通になんだろう、生かした髪型にするセンスがない人なんじゃないの、ただに。ああ、久しぶりのお客さん捕まえたのに帰っちゃったね。顔文字やめろ。管理人くんの髪欲しかったけど、欲しかった、逃げられちゃったね、とほほ、やめろその顔文字。え、俺がおじさんだってバレてたかな。ああ、喋り方、え、でもさ結構チャラ男だったよね、喋り方的には。そっか、あの顔文字おじさん使いそうではある。んー、やっぱり違うんだ、カタカナやめて最後。偽物ウィッグじゃダメなんだ。お客さんの髪から作った天然ウィッグは気持ち悪、ちょっと綺麗だよね、僕の頭にも優しいんだ。もっと綺麗な髪かぶりたいな。ね、顔文字やめて。え、でもさ、パッと見なんかイケメンだったけどね、その髪型。そっか、ウィッグだからか。おじさん、お仕事に集中できなくなっちゃいそうだよ、汗汗。次のお客さんいつ会えるかな。これさ、 LINE とかメールで送りつけるやメッセージじゃん。次はいっぱい髪が切れるといいな、なんちゃって。あるあるある。そっか、おじさまだったのね、正体は。髪切る男は髪刈る男、うまいな。パリピ美容師の正体は寂しい頭のおじさん、あの手この手で客の毛髪を狙っている。だからセンスなかったんだ、坊主にしようとして。髪の毛が欲しいから。店に置いてある人形のウィッグも天然物、養殖ウィッグではかゆみが出てしまうため散髪した髪をかき集めては天然ウィッグのコレクションを増やしちゃうんだ、なんちゃって。あ、そうなんですね。まあ変人の類ではあったかな。そっか、おじさんだったんだ。じゃあ804号室本日最後やっていきましょうか。うん、ヒゲを蓄えたおじさまですね、のんきな男。どれぐらいのんきなんだろう。あ、部屋いいね、お邪魔します、家賃回収に参りました。ふむ、どうしたんですか。部屋を見渡してどうかしたんですか。あー、こんにちは管理人さん。いえね、身に覚えのないものがあったり、物の配置が妙に変わっとるんです。え、奥さんが掃除されたのではないんですか。
だったらよかったんですけどね。一人住まいの寂しい男ですよ。じゃあ二重人格なんじゃない？え？あれ？先月来た時は女の人がいたような。愛人？恋人？もしかして空き巣でしょうか？取られたもんはないんですよ。まさかストーカー？ありえるぞ。一瞬そう思ったんですがね、思ったんだ。ということはさ、ストーカーが来るかもしれないっていう、なんかこう、過去になんかやらかしたんじゃないの？こんな親父の部屋、好んで入る人なんていませんよ。それはどうだろう。誰かが入った形跡はない？これ何？あ、女物のハンカチーフ。ハンカチーフじゃない？これは。完全に。ね。女性の持ち物らしきレースのハンカチが落ちてる。ね、可愛らしいハンカチだ。このハンカチ、あなたのですか？こんなものがどうして部屋に。え？いいんですか？ほっといて。ね、いるよね、絶対。しかもなんかカメラも置いてるしね。警察が取り合ってもらえるとは思えんのですよ。実害はありませんから、ご心配なく。のんきだな、本当に。え、実害あるでしょ、絶対。この監視カメラ違う？監視カメラじゃない？これ。なんか、あ、違うんだ。すいません。え、なんか、アップにできたりする？え、このハサミじゃないだろ。え、なにこれ？ボロボロにされてるよ、服。ハサミでボロボロにされてる。タンスの中の服が切り刻まれて、実害ありすぎ。すでに実害出てるみたいですよ。服を切り刻むなんて過激ですね。どうしましょう。明日の服。違う。そうじゃ、そうじゃない。明日の服より明日の命ですよ。次は身に危険が及ぶかもしれません。しかし何か警察に見せたところで、侵入されたと訴えるには弱いものばかりですよ。そうかな。服ボロボロにされたのは結構じゃない？え、何、証拠せ、ああ、そう、このカメラ。あ、これ撮ればいいんだよ。あ、これ、ご自分のカメラですか？これ撮ればいいじゃん。ビデオカメラを使えば犯人の姿を捉えられるかもね。自分でやったとかじゃないよね。女装して、自分で。やっぱさ、二重人格とか、あるのかな？このビデオカメラは何に使うんですか？私は旅が好きでしてね。写真や映像に残しておるんですよ。今週末も竹中と、古い友人なんですがね。気のせいか。竹中ってさ、精神科医のさ、患者の名前竹中じゃなかったっけ？違うっけ？違うか。2日ほど一緒に出かける予定で。家を開ける間、カメラを部屋に仕込んでみたらどうですか？なるほど。侵入者がいるならば捕らえられますな。ね。何もないに越したことはありませんが、念のために。ありがとうございます。長々と話に付き合わせてすまなかったね。いや、大丈夫ですよ。家賃受け取ってありがとう。気をつけてお過ごしくださいね。それではお邪魔しました。まあ、なんかいるんじゃないか、女が。まあ、それはありえるな。さあ、どういう秘密があんだ？さて、丸二日部屋を開けたが、部屋は特に異常なし。一応ビデオカメラを確認しておこうか。いやー、なんか映ってんじゃないの？再生ボタンを押した。何？なんか女いるんじゃない？二日前。さて、映像も音声も間違いなく、問題なく録画できてるな。おっと、もうこんな時間か。待ち合わせに遅れそうだ。竹中に連絡を入れておこう。寝るな。あ、やっぱり二重人格。どうだ。あ、のんきな男、かっこはてなになった。だー。もうこんな服で外歩けるわけないでしょ。私は可愛い服が着たいの。ねえ、ハサミどこ？うるー。お洋服は切っちゃダメなんでしょ？うるー。そうだぜ。今度はおとなしくしとけよ。竹中さんを困らせるからな。
ち、あーやだやだ、ダサい服。え、なんか二重人格どころじゃなかったよね。多重人格者か。どうなんだ。え、すごい、私ちょっと久々に予想当たったぞ。のんきな男は多重人格、身に覚えのない行動は他の人格たちによるもの、入れ替わり立ち替わり人格が現れる。ウリュウが口癖の女、活発、快活な青年、ヒステリックな女性の3人がいる。意見が割れた時は多数決で行動を決める。管理人が先月見た女の子は女人格である。あ、彼も竹中先生の患者、やっぱり。あ、先生だったか、ごめん、竹中って患者の方だと思ったら先生だった。うお、覚えてる、私ちゃんと覚えてる、すご、記憶力も抜群だ私。そっか、患者さんだったのね、この人も。なるほどね。あ、それでか、わー、そっか、精神科医で。あー、ちょっと考えればもっとそこまで分かったかもしれんな。じゃあ次回901号室、紫はちょっと不穏な空気が流れてるんですよね。なんとなくまともなやつがいないイメージがあるっていうか。なんか1003号室すごそうなのいるな。まああまり気にしないとこ。じゃあ次回901号室から攻略していこうと思いますので、よかったらね、チャンネル登録、高評価、あとコメントとかね、いただけると励みになるのでよろしくお願いします。さよなら、グッバイ、じゃあねー。